はい、こんにちは。速稼塾の久保です。FX の追加放送になります。日付は4月8日。で、現在の時間が16時です。で、今ご覧いただいているのが朝8時なんですけども、ほら、ご覧のように朝8時にね、ブレイクアウトしてるんですよ。まあ、ですんで、ここでエントリーをしました。ね、申し上げた通り、ここが私のまず一つ目のブレイクアウトの瞬間だったということで、エントリーポイントを設けたところでね、エントリーしてあげたんですよね。で、価格が124円の060でエントリーなんですけどもね、こうエントリーしたらどうなっていくかということなんですけども、このまま125円には問題なくいくかなと思ったんですけども、そうはならなかったわけですよね。ちょっと後の画像を見てみましょうか。これです。はい。ロスカットを食らいました。はい。125円に行くどころか、123円の800も割ってしまったんですよ。ですので、文句なしのロスカット。私のロスカットラインは、黒い線のところ、矢印のところに、持ってましたんでね。あいなく、ここで、ロスカットで、まあ、損失を出してしまったということになります。残念。ということでね、新しい、エントリーポイントを設けるときに、私はいつも考えてるんですよ。例えば、ここですね。はい、ここの切り板をまず一つの目安にします。だから、124円の205。ね、前回は124円の060だったんですけども、もうちょっと上の方に行ったら、今度エントリーしようかなと思ってます。124円の205ですね。ここに来たら私はエントリーするつもりで、朝10時ロスカットを食らった瞬間に、エントリーポイントを変更しました。はい。で、現在の、これ時間軸です。ね。いかがでしょうか？今度のエントリーポイントはここですからね。うん。ここまで来たら、エントリーして125円を目指す。80ピップスぐらいをね、標準で取っていこうかと思います。ということは、ロスカットはどのぐらいになるかわかりますよね。私の場合はロスカットは 3.1 なんで、80ピップスを狙おうかと思った場合は、はい。いくつになるでしょうか。まあ、20ピップスから30ピップスの間ですよね。だからそちらの方をロスカットラインとは反対方向に、設定しますので、だいたいこの黄色いところですよね、うん。黄色いところにロスカットラインを設けて、で、テイクプロフィットラインはずーっと上の方ですよね。1対3で取りますんで。そういうふうに改めて設定しますが、もう16時なんで、もう今日はいいかなっていうところです。まあ、練習のためにね、そして皆様への今日私はロスカットを食らいましたよっていう報告のためにこの動画撮らせてもらいました。どうもありがとうございました。じゃあ、よかったらまた来週よろしくお願いします。とりあえず今日は材料がありますんで、材料をしっかりと見ていこうかなと思ってます。